競泳パリ五輪代表選考会2024年3月24日東京アクアティクスセンター男子 100m バタフライ決勝はハイレベルな争いを制した松本と水沼の2人が代表に内定した 200m 自由形との2種目の代表入りを決めた松本は序盤から日本記録ペースで引っ張り猛追を振り切って唯一の50秒台を叩き出し最高のレースができたバタフライも 本職ととししてててプライドを持ってやっやいいきたいと話した話一方22年世界選手権銀メダルの水沼は2大会連続五輪をつかみほっとした。パリで最大限の力を出せるトレーニングをしたいと話した。